熱血コンサル基礎産業。コロナの長期化で債務の公的買取構想が浮上。この話ね、結構見て驚いたんですけども、債権を買い取るっていう話が今実を言うと企業再生コンサルたちの間では結構ホットな話題になってるんですよね。金融庁の、もう今退任されたと思うんですけど、草加さんっていう人がいらっしゃってですね、その人の研修でもこんな話があったんですよ。その債権を買い取るっていうか、もともとその債権の買い取りっていうのは銀行のその公平性みたいなね、よく言う中小企業再生支援協議会っていうところが集まってて、そこがまあ私的債務整理っていう借金棒引きするっていうやり方があるんですよね。社会保険とか税金の未納がない事業者さんで、ね、それともう一つは、例えばその粉飾がないとかね、過度な粉飾がないというか、役員貸付金とかね、借りたお金がそっちなんか私的なことに流用されてたとかいうようなことがないとか、そういうふうな人にはその私的債務整理というか、スポンサー探してきてね、上手にこう借金を棒引きするというか、借金を棒引きした方が破産したよりも配当がいいという、要は経済合理性があるからやるっていうことになるんですけども、この部分ね、今こういうことが取り沙汰されてるんですよね。私的債務整理というのは第二会社方式というか、新しい会社をここからえぐるというか、新しい会社を作って事業をこっちに引っ張ってくるっていうケースが多いんですけども、できない業種が多いんですね。例えばその建設業とかね、例えばその取引先がね、長い付き合いをしてる取引先があって、この社長はね、ここでやってるけど、こう新しい第二会社作ってこっちに移りますというふうなことがあった時に、この取引もうやめてしまえばいいや、移るんだったら取引せんわみたいなことになると再現性ないじゃないですか。そういう問題があるから、もともとある会社を生かさないといけないっていう事例が非常に増えてきてるんですよね、今。そのために、その債務を買い取る。要は債務を買い取って、ここにある債務を一旦圧縮して、株式譲渡っていう形で M&A をするというかね、そういうふうな、まあ、案件が非常にまあ増えてきてるという話。それが、その民間で債権を買い取るっていうことになると、僕だって当然そう思うんですよ。頑張ってる銀行のとこだけ買いたいですよね。他はもう知るかみたいなようなことだってあるかもしれないし、例えば他の債権も全部こう買い取るとかね、いう話であれば、それなりにやっぱりこう収益力がどのぐらいあるのかというところも見通した上で、一番メリットのあるところで圧縮したいと。だけど銀行からするとそんなに圧縮されると困るみたいなことがあるから、非常に揉めるというかね。じゃあ公平性をどこで保つんですかってことになって、今回の話になったんかなと思うんですよね。まさか国がサービシング業務やるみたいなね、そんな話が出てくると思ってなかったんですよね。公的機関が債権を買い取る場合は、コロナ融資のみが対象になりますかね、それとも既存の他の債権も対象になりますかね。公的機関が買う場合は、やっぱりコロナ融資だけが対象っていう考え方には至らないんじゃないのかな。なんでかというと、保全が効いてるか効いてないかっていうか、いうところもあると思うし、買取業者ってなんで買うかっていうことなんですよね。例えば1億円の借入金を100万円で買いましたと。だけど、その1000万でね、それが売りましたってことになると900万儲かったっていうことになるじゃないですか。だからそこの部分、コロナ融資だけじゃなくて、その例えば抵当権としてどんなものがついてるのかとか、事業の継続性があるのかないのかとか、本当になんかリメイクすれば儲かるのか儲からないのかとかね、そういうことを考えた上で買い取るっていうことはあるのかなというふうに思います。これはだから結論から言うと、コロナ融資も一般債権も同じような平等で見るんじゃないかなというふうに思いますよね。私的債務整理も案として出てるんですけども、この場合整理されてる債権っていうのはコロナ融資だけなんでしょうか。これ今でうちでもやってるのがあって、多分これ約定したら全国初になるのかなっていうふうに思ってるんですけども、この場合はコロナ融資だけじゃなくて全部、もう全部今やってるのがありますから何件かありますんで、全部もう対象になるっていうことになります。コロナ融資をまあ貸してしまってる銀行にも責任があるってことなのかな。でもそうかといって、その時に政府ももう単発で終わると思ってたんですよね。もう短い期間でね、終わると思ってたんだけど、要は長期化しちゃっておかわりでいっちゃってるから、で法商協会 100% 法商でそれもまたなんかね、政府がそのいうか政策方向の保証とか保険かけてる部分もあったりするじゃないですか。そこの部分というのは銀行はロスがないのかな。政策方向と保証協会はすごくまあロスをかぶるというかね、いうことになるんですよね。だからどの道こうプロパーがある銀行っていうのは結構大変なのかな。保証協会の中でもそのコロナ融資とコロナ融資じゃないやつっていうかで、コロナ融資じゃないやつに限って言えばその要は長い付き合いがある部分は大弁済ストレートに受けるって形になるし、そのコロナ融資出してるってところであればそれでプロパーを返してないかとかね、そういうふうな要は代弁適用にかぶってるような案件なのかどうかとかね、そういうふうなところを見ながら私的債務整理に行くというか。でもこれね、やらざるを得ないんですよ、支援協がやるってことになるとね。支援協がやりますって言っててまとまりませんでしたみたいな話になってくるとやっぱり恥なんでですね基本その再生支援協がやっぱこの案件見た時にこれはやってあげたいと、カットに持っていきたいっていう話であればもうコロナも一般債権も込みでこう要は私的債務整理っていう方向に行くのかなというふうに思いますよね。コロナ融資以外の債権も私的債務整理の対象となると銀行も黙っていないですよね。そうよね。実際どういう現象が起きるかというとね、保全率で見るんですよね。保証人のその、担保提供者というか提供している担保と保証協会とプロパーとで、それとその保全の部分っていうのがどれだけ丸かぶりしてるかどうかっていうか、今までその要は破綻懸念先と言われてて今まで悪かった条件変更をしてたとかね、そういうところがその私的債務整理するっていうことになってもやっぱり銀行はそんなに言わないのかなと思うんですね。なんでかというと引き当て金積んでるから。引き当て金を積んでない要注意先と言われてるゾーンぐらいの要は会社が債権カットするってことになるとワーワーになります。ぶっちゃけ今ワーワーになってるのあります。自分ところ余裕かましてんですよ最初。どことは言わないけど条件変更を一律にすると思ってやってたとかね、なんか勘違いしててね、債権カットするってことになったとしても保全がほぼ効いてるから、それどこに目通すかというとやっぱりその不動産なんですよね。不動産がその例えば3物件とかあってね、担保がね、この3物件で例えば末端価格というか1億円ぐらいの評価ですと考えたりするじゃないですかだけどこの3つをいっぺんに買うから例えば 7,000 万ですよというか、これを要は特定価格と、通常価格っていう形でデューレリを僕らはするんですよね。1億のものが例えば僕らが投資家が3ついっぺんに買うからもうすぐ売らないといけないから 7,000 万なんだとか言っちゃうとですね、今までロスがなかったところがやっぱりロスが出るとかいう銀行が出てくるんですよね。そうなるとワーワーなんですよ。もうすごい言うてきますよ。でももともとだってその再生支援協がやっぱり中心になって最初にこうミーティングする時に銀行が出てくるわけだから、でその時にはもう大体呼ばれろってことはそういうことじゃないですか。スポンサーこういう人がいますとかって言ってるわけでねでそこがその要はもう最初保全が効くって言ったらもう余裕かましてる銀行とかあるんですけど、でもそれがそうじゃなくなったって言ったらワーワーになってくるみたいな、ね、最初のうちからなんかこっちも特定価格でお願いしますというようなことを言ってるんですよ、でもそれでもやっぱりそういう揉めろっていうケースはたくさんある。で今後ここがすごくもう増えてくる。もう一つ言うとやっぱりそうプロパー出したもん負けみたいな感じになっちゃうんじゃないかな本当にこれから。だから来年再来年は非常に融資が受けにくくなる年だと思います。だってそっちの債権整理する方に金いっちゃいますからね。だからもうちょっとそれでセーフティーネット保証を増やしますとかね、継続しますようなことがあるかもしれないんだけど、でもそれって結局いつまでたってもこう要は根本的な解決にならないっていうか、ましてやその経営者保証ガイドラインっていうのがあって、経営者以外はね保証は取りませんみたいないうような話になるじゃないですか。だから非常にやりにくくなるというか、僕らもそうなんですよ。やっぱりコンサルというか僕はどっちかというと再生支援というとこを軸にしたコンサル業をやってるんですけども、絶対言ってくるんですから。弁護士の方とかがね債務者の要は休業をしてるところにこうつけ込んでね、こいつは高いフィーを取ってるんだみたいなね、もうこれ枕言葉なんですよね。そういうふうなことがあるから銀行もその借入金を減免する中からやっぱり僕らもそのフィーをもらうというか調整するところの手数料をいただくってことになるから、そこが安くなってくるとその非常にこうやる人もいなくなるっていうかね、いうふうなまあ裏事情があるのかなというふうに思います。だからそういう要はスケープゴートというかセーフティーネットを張るために今回この債券を買うっていう話がまあ出てきているのかな。だけどその買うとしたら今みたいな公平性ってどうなるんだって、国がやると必ず公平性って出るんですね。だから今回の話まとめると、来年はこれがあるから借りにくくなる。逆に言うと今債務の要は整理に困ってる人っていうのはチャンスがあるというかで、お金をむちゃくちゃ持ってる人っていうのは逆にお金に働いてもらう時っていうのは来年しかないよってこと。やっぱりいい物件が安く買えるもの、今言ったように特定価格で不動産買えますとかね、まあ僕らもやっぱりその顧問先にしかそういう情報というか提案はしないんですけども、困ってるお客さんでいうとちゃんとした出口を見つけていくといい、要は会社さんになるともう一つやっぱりいい資産がお手頃価格で手に入るチャンスということになりますよね。でも逆に今自主再建しようとか自分で新しい事業をやろうと思う人はやっぱり今年借り入れの申し込みをした方がいいというふうに思います。2022年はそんな年になると思いますので、もうこれはもううちに該当すると思う方がいればですね、是非一度ご相談いただければと思っております。